晴れ渡る、晴れ渡る、今日晴れます。これで晴れさせたらエグいね。ほんまもんでしょ。ほんまもん、ほんまもんの晴れ渡る。天気のことよ。なんか当たれるよ。さあ行きましょう。そっち。
介です。はい、先に名付け。名付けです。あ、先生。ナイスピッチングでした。ありがとうございます。あの投球振り返っていかがですか。ああ、まあ今日良かったと思います。全体的に、コンディション悪い中、開始も遅れてたし、まあその中でって考えたら、すごい良かったんじゃないかなと思います。開始遅れてる中で、ブルペンで集中力切らさずっていうあの姿を見ていたんですが、そこら辺ご自身の中で手応えとかいかがですか。まあまあ、そうですね。ちょっと久々のなんかこういう雨で遅れるとかっていう試合だったんで、まあいつも通りの感じで投げてて、まあ、普通に時間来るの待ってたって感じですかね。うんうん、改めて監督自身も、まあ、ものすごくでかい勝利ということをおっしゃってたんですけど、佐伯投手自身も、まあ、すごい大きな完封勝利かなと思うんですが、そこら辺はいかがですか。そうですね、良かったと思います。こういう試合をやるかやらないかっていう試合で勝てたっていうのと、まあ、序盤ずっとゼロが続けてっていうところで、味方が点取ってくるの待ってたので、まあ、そこで点入ったとしっかり抑えて勝てたっていうのはすごい、チームとしても多分大きいし、まあ、自分としてもすごいでかいかなと思います。はい。まあ、先週の佐伯投手の投球が、まあ、ものすごくチームの雰囲気をガラッと変えたのかなと思うんですが、そこら辺ご自身で、まあ、今シーズンに向けての、まあ、意気込みといいますか。まあ、そうですね、まあ、今のところずっといいピッチングできてるんで、まあまあ、もうちょっとこう内容を求めて行かないとなっていう部分もありますけど、まあ、とりあえずまずはしっかりこうやって勝ってチームに乗っていけるのがすごい大事かなと思うので、まあ、しっかり自分の仕事でできるように準備していけたらいいかなと思います。ありがとうございます。ナイスピッチングでした。ありがとうございます。ありがとうございます。佐伯投手のピッチングっていうのはどういうふうにご覧になってましたか。いや、もう本当にね、危なげない、もう素晴らしいピッチングだったんで、まあ、援護することができてよかったです。佐藤選手はここ最近ずっとヒットも続いてます